早稲田大学山口研究室博士3年の石木亮太です。今回方向間交換反応を利用した方向属する非土合成法の開発に成功しました。方向属する非土は医薬品や農薬、有機材料などに品質する重要化合物です。これまで方向属する非土を作る場合、強烈な悪臭を発するチオールをする非土化剤として使用する手法が一般的でした。また多くの反応で延期を必要としており、適用可能な化合物に制限がありました。これらの理由からチオールはできる限り使用したくない化合物の一つであると言っても過言ではありません。今回我々は独自に開発したニッケル DCYPT 触媒を用いた方向間交換反応という概念を用いて、新たな方向属する非土合成法の開発に成功しました。取り扱いが容易な無臭のピリジンスルフィドをスルフィド化剤として使おうというユニークな発想のもとに生まれた新反応です。本手法は官能器許容性が高く、医薬品などの合成終盤での誘導体化にも成功しています。本反応の鍵は2種類の異なる化学結合を一挙に切断可能なニッケル DCYPT 触媒の使用にありました。はじめにニッケル DCYPT 触媒へ方向属する非土と方向属化合物が酸化的孵化することにより2種類のニッケル錯体が生成します。続く方向間交換還元的脱離により方向間が交換された新たな方向属する非土を与えます。方向属エステル、エノール誘導体、方向属ハロゲン化物といった入手容易な様々な方向属化合物を良好な周率で方向属する非土に変換することができます。本反応を用いることで、ここに示すような複雑な骨格を持つ医薬品候補化合物を容易に合成することも可能です。共同著者の黒沢さんが他のテーマをやっていた際に、ニッケル DCYPT 触媒で方向属する非土結合が切れてしまったと騒いでいたので、これを利用すれば方向間交換反応に応用できると考え試してみました。そしたら予想通りうまくいきました。反応中間体のニッケル錯体の単結晶を出すところに苦労しました。初めて単結晶を出したので、きれいな X 線を取れるに3ヶ月もかかってしまいました。工夫したところはスルフィド化剤にピリジルスルフィドを用いたところです。以前我々が報告した脱カルボニル型エーテル化反応を利用して、交換後の方向属エステルを方向属エーテルにすることで反応が不可逆的になり、反応がきれいにいくかと思い試したところ、その通りきれいにいくことができました。スルフィド源として用いているピリジンスルフィドの原料合成をしたのですが、この原料であるピリジンチオールも悪臭がしないため原料合成がしやすかったです。彼は新反応の匂いを見つけるのがすごく得意で、常に新しい反応を見つけてきてくれます。うちで研究をしていて、彼が見つけた反応は多分10個以上あると思います。すごいですね。簡単に言うと科学バカですね。昔から結構そうだったんですけど、最近は特に顕著で、ずっと実験してデータ解析して、謎のちっちゃいノートに汚い字で妄想を書きながらすぐ実行して、で今回の結果に行き着いているところで、もうまさに研究者の鏡のような動きに近づいて、こいつに負けるんじゃねえかとちょっと若干焦って、デスクワークを言い訳に実験台にいなかったんですけど、実験台に行って頑張り始めているところで、周りをインスパイアできる研究者にもなっているかなと思います。今後はアカデミックの道に進みたいと考えています。大学教員として学生を指導しながら、誰よりも死ぬまで科学を楽しんでいきたいと思っています。論文を発表したばかりですが、もうすでにもっと面白い反応を見つけているので、卒業までにもう一度スポットライトリサーチに登場するので
張っていってください。博士課程在学中に少なくとも3本は論文を出す予定なので、今後の活躍を楽しみにしていてください。ワークハード、ドリンクハード。